それでは今日はですね、プレミアムウォーターについて解説したいと思います。で、まあ、このブログでも、えー、まあ書いたんですけど、私はプレミアムウォーターを契約しています。で、えー、じゃあなんでプレミアムウォーターにしたのかっていうのもこのブ、この動画でちょっと解説していきたいと思います。で、えー、そもそもまあ、以前から私はウォーターサーバーに興味を持っていたんですけど、なんでかというと、その子供に安全な水を飲ませたいと思っていたので、それでウォーターサーバーに。 興味を持っていましたで。初めのうちは2リットルのペットボトルに入った天然水をスーパーなどで買って飲んでいたんですけどなんせ空のペットボトルがどんどん溜まるのでそれが嫌でペットボトルの天然水を買うのをやめましたそれと2リットル6本入りの箱箱で買ってたんでそれを持って帰るのと結構面倒なんですよねだからペットボトルの天然水よりもウォーターサーバーの方がいいかもと思うようになりましたその後、 えー、ウォーターサーバーを契約するか悩んでいたんですけどただウォーターサーバーは契約せずに浄水ポットに水道水を入れて、えー、水道水をろ過して飲んでいましたで浄水ポットっていうのはそのよくあるその水道につける浄水器あんな感じじゃなくて、えー、ポットにお茶を入れたり、えー、水を入れるポットってありますよね透明の冷蔵庫に入れるようなそれ で、ろ過できる浄水ポットというのがあって、それに水道水を入れてろ過して飲んでいました。というのも、その私の知り合いが水道水が一番安全と言っていたんですよね。で水道から出てくる水っていうのは水質,基準に水質基準に適合しているので安全らしいということで、それで水道水を浄水ポットでろ過してそれで飲んでいました。ただし、まあ、水道水には塩素が含まれているので、それでで えー、浄水ポットでで飲んでいましたで浄水ポットだと空のペットボトルがたまることはないし3ヶ月に1回ぐらいフィルダーを変えればいいだけなので非常に経済的でも、えー、いいかと思ってそれで飲んでいましたで、まあ、それでしばらく浄水ポットで飲んでいたんですけどろ過して飲んでいたんですけどある日ショッピングモールに行った時にウォーターサーバーの試飲を勧められたんですよねそれで、まあ、飲んでみましたただその正直 ま、天然水だったんですけど、まあ、日角恩寺なので私は、その水の美味しさっていうのが分からなかったんですね。だけど、天然水ということで、まあ、興味が湧きました、湧いてきました。で、やはり毎日口にするものっていうのは、安全で体にいいものを飲みたいという思いから、ま、あ契約も考えたんですけど、ただ、えー、ウォーターサーバーだけじゃなくて、その、 何にしてもその場で契約すると失敗することが多いんですよね。だから失敗するのが分かっているのでその場では契約せずにそれで家に帰りました。でそれで家に帰ってからネットでいろいろとウォーターサーバーについて調べました。えー、で、まあ、ウォーターサーバーを選ぶ基準ということなんですけど、 ウォーターサーバーには色い々ろいろなメーカーがあって、メーカーによってサーバーのデザイン、デザインとかが違ったり、機能にも違いがあります。で私の場合、まあ、デザインはどうでもよかったし、まあ、機能もそれほど違いがないので、まあ、冷水と温水が出ればそれで良かったんですね。なので、えー、それ以外のことで私がこだわったことっていうのは、 えー、水質にこだわりました。水質。いろいろなウォーターサーバーを調べたんですけど、ウォーターサーバーの水っていうのは大きく分けて2種類あります。2種類あります。1つ目が天然水。もう1つが RO 水っていうやつ。まあ、天然水は説明しなくても分かると思うんですけど、RO 水というのは、えー、RO 膜というフィルターを通してろ過された水のことらしいです。で、この膜を通した水は不純物がなく安全な水と、 まあ言えるんですけど、その水に含まれるミネラル分、ミネ,ミネラル分まで、えー、除去されるので、ミネラル分を人工的に添加して販売しているらしいです。で、えーまあ、不純物がない水なので安全なようにまあ思うんですけど、まあ最近がいないっていうのはそれはそれで体に良くないみたいです。だから私はや,やっぱり天然水が、えー、いいと考え、えー 天然水にししようと決めましただから、えー、私は天然水の中からウォーターサーバーを選ぶことにしました。でやっぱり毎日、えー、飲む水なので、えー、その辺はちょっとこだわりたかったっていうのもあって天然水から選ぶことにしましたで、まあ。ウォーターサーバーのメーカーとかによっていろんな種類があってそのメーカーは同じでもメーカーによっても いくつか、えー、違う場所で取った水っていうのを販売しているのがありました。で、えー、水の種類なんですけど私が重要視した成分は、えー、PH っていうのですかね、えー、これは、えー、酸性アルカリ性を示す数値です。これが7未満、えー、は酸性で、えー、疲れてくると人間の体は酸性に傾くらしいです。 なので、p8 が、えー、7以上の水の方が体にとってはいいそうです。ということで、私は、えー、p8 が7以上の水を探しました。で目に留まったのが、えー、プレミアムウォーターです。プレミアムウォーターの採水値は、えー、富士吉田、えー、南阿蘇、えー、近所っていうものですかね。この、えー、3種類があります。いずれも p8 は、えー、7以上です。 ここに書いてますで私はこの「金城」っていうのにしました。えー、近所金城で読み方合ってるんですかね。金城、えー、金城じゃない。 なこれかなかなぎかなぎって読むんですかねえー 金木、えー、ですね。すいません。近所じゃなくてカナギ、金木。金木っていう、えー、やつにしました、私は。で、ウ、え、ォ、ー、ーターサーバーを契約して良かったことということで、プレミアムウォーターを契約して良かったことということで、まあ、いくつかあって、それをちょっと解説します。で、まず一つ目が、子供が自分で、 水を飲むようになったということ。で、ウォーターサーバーを契約するまでは、お父さん、の喉が渇いたって言って、子供が言うたびに、私が冷蔵庫に入れているペットボトルの水やお茶を私が、まあ、出していました。で、娘は、えー、冷蔵庫の水を自分で取れる、えー、背の高さがあるので、自分で取ってたんですけど、息子はまだ小さかったので、自分で取れませんでした。だから、毎回私が子供がその喉が渇いたっていうたびに、えー、家事や料理をしている。 途中でも、えー、取ってあげて、それが結構大変だったんですよね。でも、ウォーターサーバーにしてから自分で水をここで入れるようになったので、えー、それが、えー、結構良かったです。で、子供が、えー、勝手にお湯を出して危ないんじゃないのって思ってる人も多いと思うんですけど、ロック機能というのがあって、この、えー、ロックのボタンを押さないとお湯とか水は出ません。だから、えー、小さいお子さんがいる場合でも安心かと思います。 で私の息子はもう小学校1年生になったので、えー、この辺り分かってるんでお湯を出したりしないんですけどまだもっと小さいお子さんがいる場合は、えー、このロック機能があるとかなり安心かと思いますで2つ目が子どもがジュースをほとんど飲まなくなったっていうことです喉が渇いた時っていうのはすぐに自分でウォーターサーバーの水を飲むようになったのでジュースを飲むことがほとんど、えー、なくなりましたのでウォーターサーバーにしてから どこか買い物とか遊びに行った時でも、えー、自動販売機でジュースを買うんじゃなくて、えー、水を買うようになりました。だから、えー、子供が、えー、水をよく飲むようになったのでそれは良かったと思います。で、いろいろ調べるとやはり水は体にいいみたいです。で、ただ水道水は不安ですし水道水をろ過しても100%はろ過できないしペットボトルの水はゴミが多く 出るしということでプレミアムウォーターにして良かったです。で毎日ジュースを飲むのと毎日水を飲むのとでは何年もそれが積み重なるとまあ健康に違いが出るのではないかとまあ私は思っています。だから小さい頃から健康的なまあ食習慣を身につけさせたいという思いが私は強かったのでジュースではなく水を飲むようになってから本当に良かったと思っています。 で次の良かったことお湯を沸かさずに紅茶やコーヒーが飲めるということでまあ私はよく紅茶を飲むんですけど今まではやかんでお湯を沸かしたりポットやケトルで沸かしていましたでもプレミアムウォーターにしてから,してからその手間がなくなりましたまあポットでもポットで沸かす場合でもそんなに手間はかからないと思うんですけどまあウォーターサーバーの方がさらに手間はかかりません えー、あと、毎日学校に持っていく水筒に水を入れるのが楽になりました。えー、毎日、えー、学校に水筒を、えー、持って行ってるんですけど、子供が、えー。で、プレミアムウォーターの場合、下のこの受け皿、これを、このトレイを外せば、えー、ちょっと大きめの水筒でも、えー、水を入れることができるんですよね。だから、えー、非常に、えー、それが楽になりました。こんな感じで。 えー、このトレーを取れば少し大きめの長めの水筒でも、えー、水を入れることができます。あと、えー、お茶の場合でもお湯を沸かさなくても水にお茶のパックを入れるだけでいいお茶ってありますよね。普通は沸かしてそこに、えー、沸かしたお湯にお茶のパックを入れると思うんですけど冷たい水でお茶を作れるやつってありますよね。でその場合さすがに水道水でお茶を作るのは えー、よくないと思うのでウォーターサーバーの天然水なら安心ですよねだから、えー、なんか透明のポットかなんかにこのウォーターサーバーの水を入れてそれで、えー、お茶のパックを入れておいたら冷たいお茶が、えー、できるということで非常に簡単だと思いますあと、えー、水道水を沸かしてお茶を作る人も多いと思うんですけど、えー 調べてみると実は少し沸騰させただけだったら塩素が抜けないらしいんですねだいたい、えー、10, 10分とか1 5分とかずっと沸騰させ続けないと塩素って抜けないらしいんですよね全部だから、えー、お茶を作る場合もウォーターサーバーの水というかこのお湯の方これを入れて作ると手間も少ないし安全な水が飲めると思います あと、ペットボトルに比べてゴミが少ないということです。でプレミアムウォーターを契約するまでは2リットルの、まあ、天然水の6本入りの箱を買って飲んでいたんですけど、えーまあ、初めに説明したんですけど、それは結構持ち運ぶのが大変なのと、ペットボトルのゴミが大量に出るんですよね。2リットルなんですぐ飲みますよね。だからそれで大量に出るのが結構大変でした。で えー、プレミアムウォーターの場合だったら自宅まで配達してくれるしあとゴミが少なくすいますよねもちろんゴミは出なくはないんですけどボトルがあるんですけどあれ潰れるんですよねペチャっとだからゴミが少ないし12リットルなので、まあ、2リットルのペットボトルに比べるとゴミはかなり少ないです えー、次が、えー、スープや味噌汁などにも使用しても安心ということで、えー、私はよく野菜スープを作って、えー、子供たちに飲ませているんですけどその野菜スープを作るときも、えー、プレミアムウォーターの天然水で作っていますあと、えー、味噌汁を作るときも、えー、この天然水で作っていますでそれまでは水道水で作っていたんですけど えー、鍋の蓋をして作ると、まあ、塩素のことが気にな,りなるんです結構私は。だから、えー、そういうのを気にせずに、えー、スープとかみそ汁が作れるということで、まあ、天然水を使っています。あと、えー、アプリで注文の変更などができるということで、えー、アプリがあってアプリにログインしたらそこで えー、注文数の変更とかあと追加注文とかができるんですよねで私はもともと最初契約した時っていうのは毎月2セット配達してもらうように契約していたんですね2セットっていうことは、えー、1セットが2本なので12リットル2本で1セットなので4本12リットルの4本を、えー、契約して毎月配達してもらうようにしていたんですけどまあ冬っていうのは 水を飲む量が減ったので、えー、毎月1セットに変更しました。その変更するときもいちいち電話とかする必要はなくて、えー、このアプリにログインして、それで注文数の変更がすぐできます。それで変更しました、私も。で、また、えー、夏になったら注文数を、えー、2セットに変更する予定です。で、あと、えー 注文数の変更もできるのと、追加注文っていうのができて、例えば毎月一セット配達してもらうように、えー、設定していた、注文していたとしても、えー、例えば水を多く使う隙があったら、えー、その時追加注文っていうのができて、その毎月配達してもらう決まった本数とは別に追加で注文できるんですよね。それもこの、えー、アプリで簡単にできます。 はい、であと、えー、赤ちゃんとママのためのウォーターサーバーっていうのがあって、えー、プレミアムウォーターは、えー、ママでも安心な下置きタイプのサーバーがありますえー、どっか写真なかったかなないなあの私が契約しているタイプはこの上側に水を置くタイプなんですよねだから12リットルある水なので結構重たいんですよね だから女性の方だったら、えー、結構大変かと思います、交換が。だけど、えー、女性のため、女性でも、えーまあ、簡単に交換できる下置きタイプっていうのがあって、えー、これだと、えー、女性の方でも安心して、えー、安心してというか、えーまあ、簡単に交換ができると思います。えー、っと、確かこれですね。これが、えー、下置きタイプ。 これだったら、えー、女性でも大丈夫かと思います。で私の場合、スリムサーバー3ロングタイプっていうのを契約しましたえ。これ、これですね。このロングタイプ、ショートタイプもあって、えー、私はロングタイプを契約、えー、しました。ショートタイプだったら卓上とか机の上とかテーブルの上とかでも、なんか台の上とかに置くのがいいかと思います。 で、赤ちゃんとママのためのウォーターサーバーっていうのがあるんで、ここにリンク貼ってます。こちらから、えー、アクセスすると、えー、プレミアムプレミアムウォーターのサイトにアクセスできます。で、こちらから申し込みもできます。まあ、ということで、今日は、ウォーターサーバー、プレミアムウォーターについて解説しました。で、使ってみて、特に故障などもなく、安心して使えています。 でデザインは私はこのスリムサーバー3ロングタイプっていうのを選んだんですけど他にも、えー、このような種類あと色もいろいろあります、えー、ということですで、えー、注意した方がいいのはそのウォーターサーバーを選ぶ時にインターネットで検索って多分すると思うんですねでもそういう時にウォーターサーバーを紹介しているブログって結構あるんですけどブログとか サイトあるんですけどそういったブログとかの中には実際に使用していない人が書いた記事も結構多いです例えば比較サイトとかありますね比較サイトいろんなメーカーのウォーターサーバーを比較しているのありますよねただあれって書いている人っておそらく全部の掲載しているメーカー全部契約して使ったことないと思うんですよね だから、えー、あまり参考にならないかなとは思います。あくまでも、インターネット上の情報をもとに、えー、調べて掲載している、比較していると思うので、実際に使ってどうだったかっていうのは、おそらくわからないと思うんですね。だけど、私の場合は、実際にこのプレミアムウォーターを使っていますので、それをもとに今日の、えー、この動画を、えー、撮りましたし、このブログの記事も書きました。なので、えー、そのあたり、えー インターネットで検索して調べる場合は、えー、そのあたり注意してみた方がいいです。要は、えー、比較サイトとかっていうのは報酬がもらえるんですよね。比較サイト経由で申し込みしたら、えー、そのサイトの運営者は報酬がもらえて、えー、もしかしたらその報酬が高いウォーターサーバーのメーカーを紹介おすすめしている 可能性もありますよね。だから、そのあたり、えー、よく注意してみた方がいいと思います。で、私の場合は、実際にプレミアムウォーターを契約して、えー、見て、その経験をもとに、えー、この記事を書きました。えー、なので、えー、参考にしていただければと思います。で、えー、今なら2000円分プレゼント っていうこ,とでこれいつ終わるかちょっとわからないんですけど、えー、今だったら2000円分プレゼントされるそうです詳しくはここをクリックして、えー、確認してみてくださいこれがプレミアムウォーターの、えー、公式サイトですこちらから、えー、注文ができます、えー、ということで今日は、えー、プレミアムウォーターについて解説しました最後まで見ていただきましてありがとうございました